またね、ラボ面白い話を取るとは思わなかったですよね。今日スマブラのキノピーチが追加になるって言って、で、俺個人的にはあとスピリットコンプリートがディクシーコングだけっていうのも教えてくれて、まあ、二人いつもマニアックな人が教えてくれてるんですけど、あと一個どのカードか自分でもわかんなかったのに教えてくれるぐらい僕の動画見返してくれて、ディクシーコングですよって、ディクシーコング育ててるうちに、発表されるっていうね、キノピーチが。で、キノピーチ発表で2つやんなあかんやんと思ってたら VR が発表されるっていうね。まさかの VR マリオ、まさかの VR ゼルダ、まさかのって続いた後に、まさかの、本当にまさかのまた出ました。まさかここに来るとは思ってなかった VR ゴーグルがスピリットになっただけのことあるわ。ってことで、あと、アミーボもなんか今回追加になったっていうニュースでしたよね。ニュース先見ます？これか。スマブラの世界を VR で観戦可能に。3.1.0。3.1.0なんや。しかも、アミーボの新機能。そうなんや。またやること増えてるやん。マリオカートもやってるね、今。ニンテンドラ VR キットのゴーグルを使ってスマブラの世界をちょっとだけ VR、ちょっとだけだよね、今回は。さすがにマリオ視点ではできんやろな、スマッシュは。アミーボを使った新しいやつもあるんや。VR モードは、顔を上下左右に動かしてカメラを操作しながらスマッシュできるかな？コントローラーついたままもできんやろな。一人プレイ専用です。ローカル通信、オンライン対戦には対応して、あ、そんなに対応してないや。本当にちょっとだけないね、今回。ちょっとだけでよかったよ。でもやること多いで。ただいま帰りましたけど、録画はできませんでしたね。だから写真だけ載せれたら載せときますけど、感想としては、まあ、そんなとこ行けるんや、見えるんや、でもそっち行こうとしたらドーンみたいな感じでした。ありがとうございました。じゃあ次は VR モードじゃないよ。アミーボやってみます。出てきたのよし。もうピクミ載せた時何も出てこなかったけど、旅に出すっていうのは増えたんですね。旅に出すっていうのは増えたんか？やってねえでわからねえけど、増えたんか？インターネットを通じて FPS 修行の旅に出そう。相手を探して戦いの経験を積んで強くなる。旅から帰ってくるまで実際に時間がかかる。実際に時間がかかるんやって。ニンテンドースイッチ本体を充電しておこう。充電しとかなあかんねん。スリープでは帰ってこないです。スピリットの特訓とは違う、訓練場とは違うよってことですね。誰かと対戦してますって。あと参戦したら帰ってきますって。これ何してんの、これ。この間俺何してればいいの。不思議やな。じゃあ帰ってきたらまた撮ります。あ、後でまた撮りますって言いながら、その数十秒後にもう対戦終わって帰ってきましたね。だから今 Y をしてみます。はい。何してきたやろこの子。どこで何してるやろ、このうちのペットは。知らんとこ行ってるんか。あ、行ってる。何してんの、誰あいつ。 50！ 強強い強い。ちょっと待って、何し、ほらほうなるわな、かわいそうに。何もできんやん、レベル1の子。え、こんなに弱いんや FP、 うちの子。 レベル上がるんや、あれ。そりゃすぐ帰ってくるわ、うちの子。なんでもう一人増えたの、あれ。あれか。もう帰っておいで、餌あげるから。もうかわいそうに。あんなこと遊んじゃいけません。そんな50のレベル、50の飼育と。あんな子、お母さん嫌いや、あの子は。あんま好きじゃない、あの子は。の目は、あの子の目は。タイムセイか。これタイムセイずっと感染してんだ俺、これ。もうないんやけど、ネタ。他にも、もう人生長いんやから、友達できる？今その子とばっかり遊んでなくてもさ、心配せんでもいっぱいで、これから先友達できるもんやで。勝手に。意外なところか。ほら、こんなことするやろ、あの子は。なんかお母さん嫌いわ、あの子。
ネタねやって見てるか。でもレベルめっちゃ上がっ、でもやっぱりね上の子と付き合うとさ、やっぱりあなたの経験にもなってもうレベル5やわってことはいいかもしれん。だってあの子かってさ、さっきまでレベルちょっとやったやろ多分。やっぱその子と遊ぶことによってさ、お母さん間違えてたかもしれん、何か身につくものがあるんかもしれん。あんたが見た通り、あんたの好きなように選びなさい、遊ぶ相手。あなたが嫌やったらもう帰ってきていいんやで。帰るんか、帰るんか、帰ってきてもいいよ、いつでも帰ってきておいで。まだ行くの、まだ行くのね。マイナス6ってのやろあれ。ウィーンってこれ育ててないからね。育てるってあったっけ、育てるってあったんだけど、どっかに出すっていうのもあって、マイナス6になっちゃった。やべ、どういう意味なの。あ、6ってマイナス6回倒されたってことか。ってレベル上がるんや。経験か、何でも経験か。修行相手を探しています。ここに武者修行って書いてあったよね。ただいま帰りましたけど、すごいゼロで出しちゃってボッコボコにされてレベル 7になって帰ってきまして、頼もしい限りなんですけど、そういう遊びでした。あーと VR とアミーボの追加コンテンツ 3.10、 1.0 のコンテンツとしてはどうかな。やり込みはやっぱりスピリッツと繰り上げたあともうちょっとなんで、そっちをやってこっちもやるかどうかって言ったらちょっとまだわからないですね。 VR ももうネタみたいな感じになってるんで、あれいろんなシーンの写真が撮れたら面白いかなと思います。以上です。